秋広は海上保安庁の測量船。交渉船系は3000トンまだ。国連海洋法条約は1994年11月に発行し、1996年6月には日本も批准した。同条約では沿岸から200カイリ以内に所在する資源の管轄権を認める排他的経済水域の概念を導入するとともに、200カイリの外でも 海底の地形や地質が一定の条件を満たす場合には大陸法として海底及び海底下に主権的権利を認めることになっていた。しかしそのためには海底の地形や地質に関する科学的調査データに基づき国際連合の大陸法限界委員会に申請を行って審査を受ける必要があった。海洋法条約を批准した時期海上保安庁水路部では 大型測量船2隻、中型測量船3隻、小型測量船7隻の、計12隻の測量船を保有していた。しかしこれらの中で、大陸法調査に強詞うるのは、拓用1隻のみであり、同船だけでは、国連への提出期限までに必要な資料を得ることが、到底困難であった。また、大陸法調査だけでなく、地震、火山活動の活発化に対応して、 巨大地震の発生が懸念されるプレート境界域の調査や海底火山噴火予知のための調査も課題となっていたほか地球温暖化のメカニズム解明や海洋汚染の監視のため世界海洋観測計画のような国際共同調査の推進も求められていた。これらの情勢を受けて太陽年数の来た初代秋広の代替船として大陸法調査、地震予知調査、 火山噴火予知調査、海洋環境調査を的確に実施できる信号型、測量船が建造されることになった。これが元船である。船形は、拓洋と同様の朝鮮主郎付きの平ら板型とされている。また船種は、バルバスバウとされた。船室は鋼である。船尾観測作業甲板は、栄光機器の投入、洋州作業スペースとされており。 乾板面積を広く確保するように配置計画がなされている。また、投入、要集を容易にするため、逆視野を付すとともに、鉱物利合タンクのバラスト注水によって、線尾還元を2メートル以下に設定できる。また、観測機器の投入、要集のため、選手廊乾板延長部である、張り出し乾板には3トン用。 また観測作業看板のセンビ尾端中央にはロトン用のギャロースが装備されている。観測データ及び採取標本の処理、分析のため、船橋看板にはドライラボとして第一観測室を、上看板にはセミドライの第二観測室、また観測準備室及び塩分検定室を配置している。第一観測室は各観測装置で得られた情報を処理する。 中央制御室としての機能があるため、振動低減のため、浮き床構造を採用した。観測活動への影響を抑えるため、船体の振動低減が求められた。このため、船体構造には、機関室及び観測室をはじめとして、各部に防振対策が施された。漂白内視低速航行時を考慮して、現、油装置としては、現用タンクが採用されており、 船体中央に設置されている。なお、任務の性格上から長期間の行動が多いため、居室スペースは十分広く明るくするとともに、乗組員や臨時観測員を含めた定員37名全員分の個室が用意されている。本船の最大の特徴が、指揮官にディーゼルエレクトリック方式を採用した点で、開放発の電動推進測量船となっている。 ただし推進システム用と、船内電源用の発電機は別になっており、続く平ら用型のような東方電気推進ではない。主発電機の原動機としては、世界で初めてアド型ディーゼルエンジンを搭載した。機種としては、三井造船の V 型6気筒4サイクル、下級ディーゼルエンジンである6アド3 0ト型が採用された。発電出力は2 8 0 0ットである。 このアド 30V ディーゼルエンジンは国家的プロジェクトとして国内3メーカーが共同開発したもので対マモーセラミック用車のシリンダー、ガス交換性に優れた一弁式球、排気システムなどの最新技術が導入されており、後に海洋研究開発機構の地球にも搭載された。音響機器への悪影響を防ぐために水中放射殺音の低減策を講じており、 出機間はそれぞれ防振指示されるとともに、コンパクトさを活かして2機を1体の防音パッケージで密閉している。またこのほか、補助発電機2機、さらに重力系等の精密計測機に給電するための精密電源装置として、電動発電機1機が搭載された。推進電動機は交流動機電動機、サイリスタによって電流及び周波数を変換して制御している。 回転速度は29から 290rpm の範囲で制御可能であるほか、自己逆転方式であり、更新では 200rpm まで発揮できる。推進機は4翼固定ピッチプロペラである。精密な操船が求められる、性格上から、火事は流線型半平行釣り谷だとし、また大型のバウスラスタも備えている。なお高層時の泡や水中雑音低減のため、 バウスラスタには開閉式の扉装置が設けられている。操船コンソールはジョイスティック式である。測量船として初めて操打室に機関監視区画を配置しており、航海時及び出入工時の遠隔制御、監視を可能とした。測位用としては、リファレンシャル GPS、GPS ジャイロロランシーによる複合測位装置を搭載した。 海上保安庁の測量船では、複合側くらい装置は単に繊維を求めるだけでなく、マルチビーム促進技など、他の観測機器とも連接されており、測量船運航の中枢機構となっている。海底地形調査のため、船底には、c ビーム二2 1 1 2型マルチビーム音響促進機が設置された。これは、周波数キロヘルツ、二度二度のナロービームを五十一本、 生成して海底地形を即座に、等身線図として作図することができる。日本初導入として、卓用で装備化されたものの発展型であり、後に、同線の搭載機も本機に準じて更新された。また海上自衛隊の日南や海洋研究開発機構の横須賀白宝丸海霊にも搭載されている。またこのほか深海洋栄光式サイドスキャンソナー、 海上磁力系、海上重力系が搭載された。そして2017年12月から2018年2月にかけて高機能化工事が行われ、旋回用のマルチビーム音響促進機が追加装備された。中心度や深海用のマルチビーム音響促進機でも旋回域の測量は可能だが、周波数の異なる専用機を用いた方が、より精度が高い測量が可能とされる。 海底の地質、地殻構造探査のため、深海用音波探査装置、氷層探査装置、海底屈折波受信装置、地殻熱流量計、高分解能地層探査装置を搭載する。このうち深海用音波探査装置は、マルチ120チャンネル対応の受信部を備え、そのためのデジタルストリーマーケーブルは3000メートル分を搭載する。二千十二年には、 海底地殻変動観測装置も装備された。また必要に応じて最低機も搭載されていたが、蒸気の高機能化工事の際に3種類の最低機を常備できるように変更された。これは、旋回域の測量の際には、提出の情報が重要になるためとされる。一般海洋観測のためには、連続塩分水温推進系、延直水温連続測定装置、炭酸ガス系、 ハロ系、高層式水温塩分系、栄養児を自動分析装置、塩分検定装置が搭載されている。また2012年には、航行しながらでも、海中の音速を計測できる装置も常備されるようになった。本船では、軌道測量艇及び特殊搭載艇、マンボウー2の2隻の観測艇を搭載しており、いずれもミランダ式ラビットによって、浸水、溶集する。 マンボウ通話活動中の海底火山金棒など危険な海域では遠隔操縦での無事運用も可能とされており、初代秋広に搭載されていた自公式マンボウの改良型にあたる。初代マンボウが遠隔操縦のみであったのに対し、本体では遠隔操縦と有人操縦のいずれも選択可能であり、防災時には交通船としても利用できる。 排水量6.0トン、全長10.0メートル、速力10ノットで観測装置としては、二周波型精密音競測診議や、透過式自動推進水温測定装置、水温塩分計、採水装置を備えている。1998年に退役した同盟船の大船として、同年3月20日に、三井造船玉の事業所で竣工した。 上記の通り技術的に見るべき点が多く、春光同年の、シップ・オブ・ザ・イヤー98を受賞した。収益直後の1998年9月には、マンボウ2の初仕事として、明人賞の調査が行われた。同知は、1952年9月、噴火の調査のために派遣された、海上保安庁の測量船、第五海洋丸が噴火に巻き込まれて、遭難、乗員。 調査団31名全員が殉職した因縁の地であり、マンボウ通の調査によって詳細な海底地形図が作成された。この調査は、文部省の即地学審議会の権威を受けて行われる、簡易火山基礎情報図調査の初の例であり、その後も各所の海底火山調査が行われていた。そして2015年6月に行われた10回目の、 海域火山基礎情報図調査では、本線により2013年より断続的に噴火を再開した西の島の調査が行われた。特にマンボウツーは、その特性を生かして半径 4km の噴火警戒範囲にまで侵入してマルチビーム促進機による海底調査を行った。これは噴火後初の海底調査であり、噴出物の体積や地下構造など、 従来行われてきた航空観測では得られない有力な情報が多く観測された。ありがとうございます。